希望を持ってやってるんだっていうようなエネルギーを一発出したいなと思って、やっぱネガティブなニュースが多いんで。産地の学校の YouTube で産地トークが始まりました、コロナウイルスがねだいぶ猛威を振るいましたけど、ついにですね緊急事態宣言も明けた今どうなっていくんでしょうか。今日はですね、産地の学校の YouTube ではいろんな産地と行き来できない分 Zoom でつないで、いろんな産地のお話を聞いたりとか、ウェブ工場見学とか生配信とか修了生とのトークとかいろいろしてきたんですけど、今日は産地の学校の東京校でも第6期かな、東京校の第6期で、産地事業論というちょっと特殊な授業を先生としても協力していただいている、美州産地を拠点にしている小坂さんとちょっと中継がつながってます。小坂さん、今日はありがとうございます。はい、今日は当然美州にいるんですよね。そうです、仕事中で、仕事中にこう携帯でズームでつながって会話してくれてると。北巻織さんって畑屋さんには、この畑屋の背景ですね。そうです、食器とかはもうないんです。私ここにワインダーキーですね、あの糸を巻き直したりとか機材が置いてあった土地の100坪ぐらいあるんですけど、そういう場所にいます。めっちゃでかいですね、100坪。自分たちでノコギリのテントここに今置かせてもらって、ちょっとこの前に、彦坂さん美州産地を拠点に、テキスタイルの作ったりとか最終製品を作ったりとか、自社ブランドのブランケットっていうブランドをやったりとか、あとカットソーのブランドですよね。はい、糸と色、あと生地ブランドを最近立ち上げて、ケシというケシですね、ブランドをなんで3つやってますね。まあ一番僕がリスペクトしてるのはやっぱ産地の中からこの産地を希望を持って活動していこうという、その未来を作ってるというか、いろんな産地のメンバーと連携して産地活性の事業をしてるということですね。それが美州のカレントという軸で、はい、そうですね。ミクラさん話してて、その美州のカレントって言葉が生まれて、で何かやっていこうっていう風になったじゃないですか。でまあそこからやっぱ自分なりに考えた結果、やっぱり美州産地の人でやることが一番かなと思って、でじゃあ美州産地の人の中でもどういう人かなと思った時に、企業が頑張んないと本当の意味で産地を復活はできなくて、どうしてもこう周りの人に頼ってた部分もあるので、例えばメディアだったりとか、まあ、行政だった、なんかそういうところに頼って何もしてくれないじゃないのっていうのも見たので、また自分たちで集まってやってる、はい、最近美州は産地の学校のライブ配信とかでも産地の様子が気になるとかっていう視聴者の方からご意見があったんですけど、最近のこう美州産地はこうどうなんですか。今6月って美州は圧倒的に冬物の産地じゃないですか。プールの産地。美州産地って結構春夏が多いですよね。時期的には、2020年の秋冬物を今作ってる真っ只中で、コロナが起きる前にその発注が来てたので、それを作ってる最中なんで、もちろん、いろいろと仕事がなくなってしまってる現状あるんですけど、それでもまだ稼働はしてるんですね。なんか逆に言うと、実感がない。現場の方もいるし、営業に出てる方も来年の商談しなければいけないので、まあ、それが全く進んでない状況なので、本当どうしようかなっていう方もいて、だからまあやっぱり、産地が広い分いろんな立場でいろんな考えの人がいるのが現状なんじゃないかなと思う。そうだよね、大きい産地だから人によって状況や考え方が違うってことですよね。一概に言えないですね。でやっぱりそのもちろん繊維なんですけど、生地だけじゃなくて縫製工場がたくさんあるし、例えば資材を作っている工場さん、畑屋さんもあって、そういう医療関係の資材とかで逆にすごい仕事があるっていうところもあって、一概に言えないんですけど、ただやっぱりこの先読めない不安感っていうのはあって、でもその中で何ができるかなっていうのを考えていて、東京みたいにこう完全に封鎖されてしまって、みんながコミュニケーション取れなくなってしまうっていうことはなくて、まあ産地でこうやってる普段の動きっていうのはずっとできてきたので、誰かに会えなくなってしまったりとかそういうことはないので、自分としては皆さん元気変わらず、っていうのは、はい、今のところいいこと。なんかこのチャンネルにも出てくれたデニムの産地とか、まあ、いろんな産地があるんですけど、はい、やっぱり本来来るはずだった秋冬がゴールデンウィーク前後ぐらいから急
き始めて忙しくなるのがスコーンと抜けちゃってる産地もあったりとか、そういう各産地の現状があるんですけど、例年通り秋冬を今やってるところが多いってことですね。だけどやっぱり店頭が売れてないし、店頭がやってないっていう状況はもう誰が見てもわかるので、まあそれをどうやってこう予測しながらものを作っていくかっていうのが今非常に難しいし、まあ作って終わりじゃないんですので、やっぱ僕らの業界に作ったものが最後ちゃんとお店で売れて、お客さんが買っててくれて、で来年上がっていく。今仕事があったからといってやっぱりそれだけではダメなので、なんかこれを機にどうやって繊維業界が一丸となっていけるかっていうのをもっと考えていける世の中にしたいなと思いますね、お互いね。そうですよね、本当にこの業界に関わる人であればね、先が止まってるというか、これだけのパニックが起きてるから安心してる人なんていないですしね、はい、みんなが不安を抱えているという中で、その中で彦坂さん3月4月5月とコロナ禍がありましたけど、はいはい、これから彦坂さんがね、どういうチャレンジをしていくんだっていうのを展望聞かせてほしいんですよ、今日は。はい。まあ、僕、うちの会社の場合は結構、その、まあ、前から割と自社ブランド化っていうのを、その3ブランドやってるって言ったんですけど、うん、まあ、よりこう、付加価値をつけていって、付加価値がつくと、お客さんにも直接売ることができたりとかやっぱしていくと思うんですけど、まあ、そういうこともやってきてたので同時に。そんなにこう動き方としては変わらないんですけど、やっぱもっとこう、この状況が起きたことによって、お客さんっていうのが、いろんな意識が変わってくると思うんですね。例えば、ものをこう、百貨店とかっていう、まあ人が密集するところで買うんじゃなくて、もしくはもう本当に産地に直接行って買うようになったりとか、まずは例えば飲食店さんとか見ても、その本当に苦しくてお金がなくて見るので、まあ、ふっ買う時にもこのお金って誰のためのお金になるのかなって考えるきっかけになったと思うんですよね。だから同じものを買うなら、なるべくそのお金がその人の仕事に結びつくというか、仕事に値したお金を払いたいっていうような感覚になってくるので、逆にもっと産地っていうのはすごくこうこれを機に評価されて見直されていくと思うので、この美酒産地もそういう点では非常にまだまだ認知が高くて、で実際こうお客さんが来たとしてもこうあんま楽しませ てあげられてなかったなっていうもどかしさがあったので、やっぱいよいよこう美酒産地にこう一つ拠点を作って、でそこにこう、まあ、デザイナーさんだったりとか、それこそ消費者の方も来てもらって、みんなでやっぱものづくりっていうものをもっと楽しみたいなっていう拠点を作ろうと思ってます。その拠点を際にこうもう作る計画があったんですけど、まあ、その中でコロナが起きてしまって、うん、で、まあ、逆にちょっとそれで時間ができたんで、今本当にこうゆっくりと、確実に拠点を作っていけているっていう状況 でそれがこの北巻夜さんの場所に、できますので、まずはそこですね。まあ、これ本当に美酒産地のここから新しい産地をどん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 作っていきたいなと思ってますね。その外からの人を楽しませるとか、なんか産地を体感できるとか、感動を持って帰れるみたいな、まあ、アミューズメントパークみたいな感じになると思うんですけど、はい、まあ、その詳細はね、いざオープンしたぐらいの時期にまたなんか、うん、出ていただきたいなと思うんですね。はいはい、大体いつぐらいなんですか、その場所がオープンするのは。9月を予定しています。ちょっとそのこの状況もあるので、一般の方に公開するのは、ちょっともうちょっとそれより先なのかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、9月には実際僕たちはそこをもう活動拠点、まあ、事務所としても使っていくので、もうそこでデザイナーさんと商談だったりとか、そういうことを持っていくので、かなりちょっと他にはない工場、隣接の事務所、もうオフィス対象取れるんじゃないかなって。もうこんな働く場所はないんじゃないのっていうような、はい、ところをちょっと目指したいんで、で、はい、で、まあ、その後には、そこに、商品とか、そういうものも、もちろん、展示するので、一般の方も、来ていただけるようにしたいんですね。北巻夜さん、去年、美酒産地の文化祭で大きなイベントをやったので、まあ、それを今年も、ちょっと形は配慮してちょっと変えますけども、それもちょっと秋にあるので、まあ、それを、ちょっとこう、一つの目安というか基準ですね。それをスタートラインにちょっと今考えながらいろいろと、はい、なるほどね。産地は本当に辛いこともあるだろうし、アパレル業界繊維産業に関わる上でのね、これからやっぱり
クリアしていかなきゃいけない課題とか問題っていうのが、まあ、次々来るだろうけど、そこをね、前向きに彦坂さんは改めてこう初心に帰って、産地に必要なことってなんだろう、産地の魅力ってなんだろう、自分が何をすべきなんだろうっていうところをもう一回見つめ直して、まあ、こう前向きに拠点を作っていこうと、仲間と協力してですね、そういう今段階に入ったわけですね。そうですね、本当に、うん、もうシャ今日はね、めちゃめちゃ忙しいところだから、北巻織でだからいろいろ打ち合わせしたりとか、今から本当は岐阜の方の糸染め屋さんに行く予定だったんですけど、まあこれがあるからちょっといいすいませんね、急遽ね、あのもうなんか熱烈なリクエストがあって、彦坂さんの話をちょっとここのタイミングで聞きたいっていう声があって今日はお願いしたんですけどね、希望があふれる場所になるっていうことですね。本当に今あふれてますね、希望が。今までにない場所ができるってことはやっぱ楽しいし、うん、なんか美酒産地というものがやっぱいかにすごいかっていうことを僕として伝えたいので、うん、なるほどね。2020年で美酒産地に関わってどのぐらいになるんですか？5年ですね。あ、5年。あ、5年。こっからまたじゃあ次の5年、そして次の10年目に向けてですね、それでどんどん新しい風を入れながら、なんかまた仲間を集めてというかやっていけたら楽しいですよね。今後の彦坂さんの活動、リアルタイムの活動は、はい、美酒のカレントのインスタグラムとか、はい、そうですね、あとブランケットの方とか、はい、で随時上げてますし、はい、でまたあの美酒のカレントのホームページも制作中なんで、ここにはいろんな美酒のコンテンツをこう、うん、作っていて、まあ、なんか一つのメディアになれたらいいなと思ってます。その美酒のカレントっていうのが新しい、うんうん、なんかこう仕事、まあ言っちゃえば仕事なんで、それはただ仕事をメディア化するっていうことがなんか僕たち世代がやる、うん、でそれを見て次の世代の方が入ってくれるような産地を目指したいと思います。うん、ちょうど間ですからね、先輩方と ねこれから入ってくるという。いや、また詳しい話はじゃあ産地の学校のこの YouTube チャンネルでも、また8月ぐらいなのかな、その場所がオープンするぐらいに、北間ケオリの社長とか他のカレントのメンバーも一緒になってね、はい、ちょっと詳細を、まあ、この Zoom でこうライブみたいな形もいいかもしれないですね。ぜひぜひ。もう次は食器が後ろにあるから、はい、ショーンヘルが入るんですね。そのシャトルがね、みんなの希望と夢を乗せて、思いを込めて打ち付けられて、左右に往復して思いを糸に乗せて織りなしていくと、そういうことですね、シャトル食器そういうことですね。楽しみだな。まあ、来てくださいよ、うん、本当ですね。またコロナがね、完全にこう向き合い方が見えてきたら、はい、ちょっと思いっきり行きたいと思います、うん、車もいいんじゃないですか、久々にその車で回るって。あ、キャンピングカーでね、うん、キャンピングカーで、あ、まあ確かに、あ、ヒッチハイクもですね、力さんちのヒッチハイクね、乗せる方もちょっとドキドキですけどね、僕がどんなコンディションなのか。でも、うん、でもなんか東京とかでやっぱりキャンピングカーとか借りて、はい、で3密を避けるっていうかね、そういうので産地回ってもいいですよね。今こそか、そうですよね、今こそもう一回僕も初心に帰ってキャンピングカーで、そうかそうか、それいいな、ちょっと検討してみます。はいじゃあ坂さんの今後はまた YouTube でも出演いただきたいと思いますんで、今日の、産地トークレコーディングは、まあ、一旦ここまでということで、また引き続きよろしくお願いします。わかりました、ありがとうございました。今日は美酒でまた会いましょう、はい、産地の学校の授業もまたお願いします。はい、こちらこそお願いします。産地授業論、彦坂さんでした。彦坂さんとの産地トークが終わりました、ね、今日ねだいぶお忙しい中にこうやってお時間いただいて喋っていただいたんですけど、産地の学校の YouTube ライブでも産地の状況ってどうなんですかっていうような質問とかね結構いただくんですけど、で僕も日々ねいろんな産地の人とか原子糸を作ってるところから織ってるところ編んでるところ縫製工場の方までいろいろ日々コミュニケーションさせてもらうんですけど、本当ね一概に言えないな、もともと産地っていうものが共同体みたいなものを産地って呼ぶじゃないですか。それがねよりこう、まあ、コロナによって産地ってどうなんですかっていうのを考えた時に、本当に同じ産地でも隣り合わせてるような工場さんでも
本当考え方とか向いてる方向って、まあ、よりバラバラで、まあ、そもそもコロナウイルスに対しての脅威をどう感じるかとかっていうのも、まあ、人それぞれじゃないですか。家族の中でも考え方違ったりしてるぐらいじゃないですか。だから本当に、まあ、僕も本当にね、コロナで本当に本当に言いまくってますけど、産地に行けなくなった分、いろんな人と、こう、Zoom とか Skype とか、Google ビデオとかでね、喋らせてもらってるんですけどね、いろんな皆さん考え方、対処法とか、今後の事業展開とかね、様々なんで、まあ、すごい逆に、すごいそれが毎日刺激的だし、課題も感じるし、やらなきゃいけないよっていうのもいろいろ感じるしっていうことで、でその中でも、ね、彦坂さんは、まあ、ずっとやってきた美酒のカレントっていう活動の軸で、新しい拠点を産地には必要だと。産地は、地元の人ですら産地っていうのを認識してないような感じになってて、外から来た時に、じゃあ産地って何だったのみたいな感動を持ち帰ってもらえるような場所が必要だっていうのをずっと言ってて、まあ、それを美酒のカレントという場所を北間ひよりさんの敷地内で作ると。そこに美酒を代表するショーンエル食器を置いて、折ってるところも見れて、折られてるものを変えるとか、でまたちょっと楽しめるようなコンテンツとかワークショップとかが、イベントとかがあるっていうことを聞いているので、それを今はね、もう毎日多分忙しいじゃないですか。今ね、6月に入って、6、7、8と3ヶ月間で準備して、まあ、コロナの状況ありますけどね、9月から、オープンするということなんでね、ぜひ今後もね、美酒産地を活性化しようという、美酒のカレント、代表の彦坂さんのね、活動を追いかけたいなと思います。産地の学校でもね、産地事業論というので、講義に来てもらったりしてて、非常にお世話になっている方でした。まあ、それでは、産地の学校の YouTube チャンネル、今日はこの辺までにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。